午後11時は日本テレビと読売テレビの制作で1965年11月8日から1990年3月30日まで約24年半にわたって放送されていた深夜番組日本初の深夜ワイドショーでもある正式名称はワイドショー午後11時略称はイレブンイレピートも日本テレビ制作文と 読売テレビ制作文を区別する意味合いで、東京イレブン、大阪イレブンという故障もあった。開始当初は午後のことを PM と呼ぶ概念がまだ薄かった時代であり、新聞のテレビ欄に 11PM と記載されていた。視聴率不毛の時間帯とされていた深夜番組の時間帯の開拓に乗り出し、ネットテレビのモーニングショー同様、アメリカの深夜情報番組、 ザ・トゥナイトショーをヒントに企画された。お色気番組の元祖的な位置づけをされる番組だが、初期は、週刊読売編集長だった、山崎英介が司会を務め、時事問題についての考察を述べるスタイルの、日本テレビ報道局制作の広派番組であった。しかし全く視聴率が取れず、手こ入れ作として、横田武雄ディレクターから、どうしたらいいと相談を受けた、大橋巨船が、 今まで扱ってこなかった遊びの要素を取り上げたら、深夜だから大丈夫だろうと提案。横田も同調し番組の変革を試案したが、司会役をめぐって調整が難航。ついに横田から、いっそのこと小泉、自分で喋っちゃったら、と頼まれたため、小泉の何でもコーナーという名前で小泉自らコーナー司会を務めることになった。その後、 山崎に代わる司会として打診した小島正夫に週3日はしんどいから2日にしてくれと要望されたことがきっかけで横田の推薦ですでに番組視聴者に顔と名前が知られていた小泉に白羽の矢が立つ。これを機に小泉はこれまでの放送作家から司会者に転身することとなった。毎週月曜、水曜、金曜は日本テレビが火曜、木曜は 読売テレビが制作し放送した。日本テレビでは、大橋巨泉、相川金也、や、読売テレビは、作家の藤本義和が、主に司会を担当し、お色気から、広派な社会問題まで、幅広く取り上げた。木曜放送分は、系列各局を回りながら、その土地の名物や風俗を探訪する企画を、また金曜には、週末情報の色合いを強め、 釣りやマージャンのコーナーを放送していた。当初は月から木曜日はタイトル通り午後11時ちょうどのスタートで金曜日のみ日本プロレス中継や金曜夜席の放送があったため午後11時15分スタート NNN 最終版ニュース今日の出来事をインサートした。後に今日の出来事は午後11時ちょうどに放送時間が移動して再び独立し 今日の出来事の放送時間拡大が進むにつれ、午後11時は放送時間が午後11時15分11時10分、再び11時15分11時20分11時30分というように放送時間が繰り下がってゆく。番組末期には午後11時55分スタートとなり、プロ野球中継の時間延長や、 ゴールデンタイムの特別番組の影響で午前0時台にスタートしてしまうことも少なくなかった。最も遅く始まった回は、1988年7月26日放送の火曜イレブンで日本テレビが中継したプロ野球オールスターゲームの放送が1時間延長されたため、午前0時55分からスタートした。また、午後11時15分スタートの時代には、 タイトルロゴにプラス15が午後11時20分スタートの時代にはプラス20が付加されていた。最高視聴率は1973年12月に放送された東西ストリップ合戦で48%超だった。基本的に本番組は生放送だったが状況によって収録の場合もあったとされ末期の金曜レギュラーの吉田てるみが 日刊現代の短期連載で記したところでは、本番数時間前の夕方に記事制放送で収録することが多かったとのことである。当時、高校生であり、法律により本来出演できるはずがないオぐり香オが金曜日に出ていたのは、それが理由である。通算放送回数は、東京イレブンが6,095回、大阪イレブンが2,530回。 合計8625回だった。シルエットのラインダンサーが踊るアニメーションをバックにしたスキャットによるオープニングテーマ、エンディングテーマはともに美穂慶太郎の即興作曲によるもの。正式なタイトルは午後11時のテーマ。録音には2バージョンがあり、オリジナルはクラシック出身の増田純平、ムツミ夫妻によるもので、パー。サバダバではなく、イ。 サバダバと歌っている。パー。サバダバのバージョンは番組開始1年後に再録されたもので、男性のパートは岡崎博士、女性のパートは伊集歌代による。日本テレビ制作の東京イレブンでは、パー。サバダバのバージョンが読売テレビ制作の大阪イレブンでは、いい。サバダバのバージョンが使われた。1999年に放送された11回期。 紅葉スペシャルでは、い、サバダバのバージョンが採用されている。1980年9月25日、3人の女性グループ、アラン・ドロンが、ウィ・シャバダバのタイトルでカバーしたことから、後に、こちらが一般的なタイトルとして認知されることもある。アラン・ドロンは、金曜の小泉司会時代に顔出しをして、テーマ音楽を担当していた時期がある。 通常のテーマ曲の後、別の歌詞での歌が入る。2000年には、パー、サバダババージョンによるオープニング、エンディングテーマに加え、新たな編集によるロングバージョンを加えた CD が発売された。E、サバダバのスキャットが含まれたオープニングテーマは1966年に日本ビクターから発売された、ミュージック4午後11時にてオンバンカ。 2001年に発売された CD60STV ヒッツコレクションに収録されている。2009年 NHKBS2 の司会者を特集する番組で OP が放送され、徳光和夫がまさか NHK でこの曲が流れるとは思わなかったと感想を述べた。番組内の挿入歌としてはクロディーヌ・ロンジェのハリー・オンダウンが CM 前に映される。 カバーガールのバックで数秒流された。相川の水曜司会担当時、今野雄二がサブ司会を務めたが、詳細な担当期間は不明。小泉の金曜司会就任当初、パートナーは週替わりのゲスト制を取っていたが、5週目のゲストパートナーとして浅岡がゲスト出演した際の両者の掛け合いが好評であったことから1966年5月より、 正式にレギュラーに起用された。小島の休止に伴うもので、小島休生後の1ヶ月間は、水曜も含めて小泉が、ピンチヒッターという形で務めていた。朝岡の結婚、妊娠休業に伴う代役として出演。1974年1月から3月までは、妊娠休業のためゆきさおりが代理パートナーとして、出演。カバーがある担当期間を含むが、 アシスタント着任時期は不明。午後11時は NNN 系列外のツボネでも放送された一方でオイルショックの影響や内容の過激さ、多系列ネットなどを理由に打ち切った系列局も多く、特にスポーツワイドプロ野球ニュース開始後はそちらに切り替えるツボネも現れた。そのため1990年3月の終了時にフルネットで放送していたツボネは、 NNN16 局と、他系列とのクロスネット局2局の18局にまで減少していた。ここでは各地区での放送状況を取り上げた。なお、5番組がプロ野球ニュース扱いとなるつぼねにはをつけている。プロ野球ニュースの系列外ネットは1994年3月で終了。1999年11月11日。 この日の日付に11が並んだこと、また終了から、およそ満十年経ったことから、午後11時11回期、放要スペシャルが、同日午後11時37分から0時50分まで、人よ限りで、NNN30 局で放送され、大橋巨船ら歴代の司会者をはじめ、番組に、ゆかりのある、有名芸能人が、一堂に会した。番組内容は、 午後11時11回気泡用と、銘打たれたパーティーの中継で、赤坂プリンスホテルロイヤルホールのメイン会場は、徳光和夫の司会進行で行われた。メインステージは祭壇を模しており、遺影の部分は、番組のシンボルだった11時を指す懐中時計のオブジェで、遺灰も作られており、聖学院、深夜11開拓故児と開明まで記されていた。小泉愛花は、からが、 スタジオ形式でフリートークを行う会場入り口前セットの進行は福沢明で当時日本テレビのアナウンサーだった福沢は小泉から給料制か、フリーになってうちの事務所に来いと突っ込まれていた。番組の基本ベースは番組の追い立ちを人の生涯に見立てた過去の放映像を紹介する VTR 企画とそれに沿ったフリートークで展開され、 会場入り口前セットでは爆笑問題が午後11時の歴史を振り返るフリップ漫才などが行われたほかメインステージでは仙道や香によるストリップショーが披露され放送されたパーティーの終盤には藤本義和をはじめとする大阪イレブンの面々も駆けつけ番組の最後に小泉、愛川、藤本の3人がトークし現在のテレビ番組に対して 苦言を呈していた番組のメインスポンサーには当時と同じサントリートヨタ自動車資生動画付き番組名物だったサントリーの生 CM も再現され小泉と松尾かきっこがサントリーの商品を紹介メイン会場のパーティーでもサントリーのアルコール類で乾杯が行われたこの11回期放要スペシャルは本放送当時の現役スタッフだった 菅原正人よ率いるハウフルスが制作を担当し、菅原も総合演出として参加した。なお、読売テレビは制作協力扱いで、制作著作は日本テレビだった。ありがとうございます。